安藤沙太郎頃から、現時元年7月22日は、日本の幕末の武士で、元コロ藩士。後に新選組大使となり、副長助勤を務めた。三河国コロ藩出身。嘉永4年に脱藩し、潮院一新寺に入寺する。その後、文久3年5月までに、三風老し組に入隊していることが、明らかになっており、6月の新選組結成時には、 副長助菌に就任している。池田屋事件では、近藤勇隊に所属し、奥沢英介や新田川左衛門のと共に、池田屋裏庭の防御に当たったが、逃亡を図る、尊皇上石子の猛攻を喰らい、深手を追う。その負傷がもとで、同年7月22日に成去墓は、三浦寺と門明寺にある。後に、合図藩から別段金20両を賜った。 下沢博士が、旧幕臣らに取材した、著書、新選組異聞」に登場する、安藤沙太郎が25から26歳に描かれている、ことから、元頃も藩主と新選組大使の安藤沙太郎は、同名別人説もあった。豊田市郷土史資料館は、合図藩がまとめた記録、維新海訂雑誌の新選組大使名簿に、安藤沙太郎が、三州40歳と記されており、 同一人物であるとの見解を2018年に発表している。ありがとうございます。